男子の決勝、朝山対決です。さあ注目の朝山対決、なんとなくねこう緊迫感のあった佐藤近藤対決、さあさらに山田朝田の看板ゲームということで、もうすごい打つ期待しましょう。それではパーフェクト北海道大会決勝戦スタートです。やばいやばい、ボード直視。今日はこの入り方ですね。集中力優先。すんごいグリップですね。20アップしていいんですよ。滑り出しは。さあ100に対して100スタート、浅田瀬尾。もう一本100、170。さあ山田裕貴も上がり目を出してきた。さあ浅田瀬尾どこまで迫れるのか。ドーン、そしてうわー、ここで84取ってきた、残してきた。さあ161、これ限りなく難しいワンチャンス。さあそして51から60に戻る、決まらず横ずれ。ここちょっと丁寧にいってほしかった。さあ浅田瀬尾ビッグチャンスきました。60、おっと横ぶれで57決めてからの柳札。いや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 、ビッグランド馬付き。さあ7本加点まで決めてきた。さあさあ最後どういう攻め、60から。さあ17残ってる山田裕貴、ここはベッドに期待したい。そっち行くんだ。おお、ここは予期せぬ20カットからのすごい攻撃だ。ここは4本ですね。さあ山田裕貴19カットから、ああ全然違うな。なんかもう本当になんか浅田聖吾を惑わそうとしてますね、山田裕貴。もう正攻法ではちょっと厳しいと思ってるんでしょうね。惑わさせ銀枠戦法。
ここでカットの意図は何？さあ山田ここをどうするんだ。オープンからカットからどうする？そっち。さあ18と16の展開。まあここは安全策ですね。浅田聖吾貯金に入る。浅田聖吾さあど真ん中に抜く。ダブルカット。わあダブルカット、トリプルしっかり決めてきた。いや面白い面白い面白い。そしてでさあ山田裕貴、さっきの見てみたいな。インナーインナー、うわさあブルフはね外さないでしょ。浅田聖吾は、はい、そしてそのまんま浅田聖吾が先行セット。これは珍しい。ここで抜くしかない。さすが、いや60スタートだったから140欲しかったんですけどね。えおっと、さあここで山田行く140もしくは180。もう一本ナイスだ。先行後攻入れ替わりですか。うん、入れ替わり気味。山田次第。19か。さあこれで先攻後攻入れ替わるかもしれ、入れ替わらず。さあ135ブルからそして60そしてうわさあさあ聖吾、はいはい、いやーこれはねすごいっす、すごいっすわ浅田聖吾。いやすごいですわ、お地蔵さんのようになってる山田裕貴。このファイブマークはいけないでしょう。もう今の浅田聖吾にとっては。ナイス！ビクロン！馬付き。
さあセブンマークで迫る、あ迫るじゃない、突き放す、なんか限りなくベッドに近いセブンマークですからね。こういうダーツが理想なんですよね。山田裕貴もこのクリケットはすごいです。見事にキープ見事にキープとしか言いようがない。さあそして浅田聖吾先行の、さあここは全力集中、山田裕貴何今の納得のいかない顔どうして、おい140に止めて、もう9月しかないってことですねこれね、ほんと恐るべし、うわさあ浅田聖吾が、いや140ですよね、納得してないですもんね、なんで180来ないのみたいな。いやー山田裕貴ここまでか、お16トリプル、インのワンちゃん来てくれたかもしれない、いや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 いいでしょこれ、いやワンちゃん来てくれたかもしれない、いやすごいな、もうほんとすごいわ、ありえんわ、ありがとうございます。今日本当にこの決勝もすごい、やっぱ年間ランキング1位の浅田プロの素晴らしいダーツを見せていただいたんですが、今日1日振り返ってみていかがですか。今日は旭川ということもあり、たくさんの方々に、応援していただきました、皆さんのその応援あって、一生懸命ダーツすることができました、ありがとうございます。はい、本当に旭川たくさんの方が今日来られていただいて本当にパーフェクト盛り上がりましたね。じゃあ最後にですね、会場に残ってるファンの皆さんと、あと生放送を見てるファンの皆さんに一言お願いします。皆様遅くまでありがとうございます、そしてこれからもパーフェクト、いいダーツをして皆さんが楽しめるようなダーツしていきますので、これからも応援よろしくお願いします、ありがとうございました。はい、優勝の浅田プロです、本当におめでとうございます。それではこのまま表彰式に移りたいと思いますので、見事北海道大会、はい、優勝が当たった浅田選手おめでとうございます。ありがとうございます、お疲れ様です。決勝なんですけど、はい、140一番最後ですけど、はい、3連発してずっとなんか不満そうだったんですか、あれは何が不満だったんですか、届いてこなかったからですか。
あ、まあまあそう、なんかあの、あの見てる方はな何って思うかもしれないですけど、うんうん、そのなんかこううまくリリースできた時に入ってないっていうのがちょっと、うん、あ、じゃあうまくリリースできて、なんでトーンエディ来てないのみたいな、あ、まあ、今の入ったでしょみたいなダーツができてるのに入ってないことにもうちょっとやらなきゃいけないなみたいな不満があってですね、あ、もっとやらないとっていうのは何入った感じで投げれてて、はい、それも本当にちょっとした感じですよね、それが納得いってないですか。そうなんです、みんなあの多分今の入ったでしょみたいなダーツあると思うんですけど、はいはいはい、それが入ってなかっただけですね。あ、はい、あ、もうね、これありがとうございます。聖子さん優勝おめでとうございます。投げ銭いただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。これじゃあ100件ずつ分けますか。まあでもあの明日札幌で、はい、あの、はい、イベントさせていただいた後ワールドカップ行くので、はい、そちらの方お願いします。その後も即、あ、帰、大阪に帰りまして、まあ、夜帰っても朝出るので、もうすぐですね、はい、夢の舞台ワールドカップに、はい、1回戦の相手はどんなチームなんですか。ちょっとあの、はい、いろいろ見ていただいた方から見たんですけども、はいはい、ファーストの方は、結構動画もたくさん出られてて、お、結構強い方ですね、はい、そうなんですけど、はいはい、まあ、セカンドの方は分からないんですけど、まあ、あの村1回戦はどこの国の選手と、どこの国ですか。会社はジブラルタルという国ですね。保険会社、そうですね、保険会社ですね、保険会社ですね、はい、それは、はい、あ、ジブラルタル、はい、あ、保険会社ありますね、ジブラルタル生命、はい、あ、これは関係ないですけど、はい、あ、いや、そこと1回戦やって、でその後っていうのはどこが予想されてます。そこはまあ多分抜けるでしょうから、そこにもし、まあ、勝てればですけども、はい、ポールルーム率いるシンガポールか、もしくはウェールズ、はい、あの、ウェールズ、ガーウェンプライス率いるウェールズ、はい、ですね、そうなんですね、はい、いや楽しみですね。そうですね、まあ、でもあの今日優勝できたんで、はい、この勢いであのいいダーツできればなとは思っております。はい、やっぱり今ちょっとこうハードの方を中心にやってると思うんですけど、スティールを、はい、スティールの方の調整はうまくいってますか。そうですね、まあ、あの今日ちょっと一段落というか、まあ、はいはい、なんていうんですかね、練習はしてたんですけど、はいはい、もう今日終わってもスティールもう切り替えて、切り替えて、で大阪帰って切り替えてな、まあ、練習して、まあ、向こう着いてからももう1日あるので、まあ、そこでしっかり、はい、投げようとは思ってます。どちらの国でやられるんですか。ドイツのハンブルグっていう、あ、ドイツですね、1万5000人ぐらい入る会場で、すごいですね、いや、はい、楽しみです。はい、でやっぱこちらこちらでも放送あるので、はい、ぜひ皆さんでね、あ、そうですね、あのパーフェクトを見てらっしゃる方々、あのぜひこちらも伏せてあの応援していただいて、伏せて、あ、伏せてじゃないですね、合わせて、あ、合わせて、ね、含めてね、含めて、すいません、すいません、あの応援していただけたらと、まあ、パーフェクトのダーツを見てスティールでやったらどんなもんだと見ていただければ、あの楽しめるんじゃないかなと思います。なんかもう日本中がほら、日本中のダーツ関係者も含め、はい、ダーツファンが応援するイベントなのでね、はい、村松選手とね、そうですね、浅田選手には旋風巻き起こしてほしいと思ってます、はい、あ、頑張ります、はいはい、じゃあ応援しますのでぜひ頑張ってください、はい、今日はありがとうございました。はい、それではですね、次回が第13戦浜松大会ですね、はいはい、浜松大会ぜひそちらも、はい、来週ですか。あ、僕出ないんです、ね、出ないですね、はい、まあ、そうですね、ちょうどそうなんです、あのこの8日のパーフェクトなんですけど、はい、7日の朝2時にあの僕現地でやっ、まあ、試合ですね、日本の放送が朝2時なので、はい、まあ、よければ、ちょうど、はい、じゃあということは 6月8日の朝2時に、はい、あ、6月7日の朝2時です ね、 ですね、じゃあということは、あ、金曜日の朝2時に試合をやるわけですね、はいはい、予定ですね、はい、わかりました、ぜひ僕もですね、はいはいはい、寝ないでしっかり見て、応援したいと思いますので、ぜひ頑張ってください、はい、ありがとうございます、頑張ります、はい、はい、それでは、あ、今日見事に優勝を飾った、はい、浅田選手に最後一言よろしくお願いします、はい、パーフェクトを見ていただいている皆様ありがとうございます、これからも
パーフェクトの、選手一生懸命、いいダーツをできるように頑張りますので、これからも皆様、友達とか、お知り合いの方もダーツ楽しいよっていう方いたら、もうみんな見てもらえたら僕も嬉しいです。ぜひ応援よろしくお願いします。ナイスアズジスタ、ありがとうございます。ありがとうございます。それではさよなら。